もねくらです。今回はポップマートさんから荷物が届きました。私が好きで集めているこのヒロノってシリーズの新作が出たんですよ、つい最近で。それは別に急いで買わなくてもゆっくり買いたい時に買おうかなって思ってたんだけど、ヒロノのその新作とか今まで買ってたののシリーズじゃなくてフィギュアじゃないグッズが出てて、それは売り切れたら困ると思って急いで買ったので見ていこう。楽しみ。ポップマートオンライン使うの初めてだから楽しみ。まずは箱を開けよう。いや、ポップマート、箱もポップマートなんだね。郵便が届いた時、インターホン越しでももうすでにポップマートが届いたって分かってめっちゃ嬉しかった。よいしょ。領収書入ってるかな？入ってなさそう。どうかな？ノベルティが入ってる！嬉しい！ちょっとね、そこは半信半疑であんまり期待してなかったんだけど、今、ポップマートのオンライン200名先着でノベルティが3つつくんだけど、ついてる！楽しみ！中身わかんないタイプだ。嬉しい！かわいい！お菓子みたいなパッケージ。あった！と頼んでたヒロノのグッズ。思ったより大きくてしっかりしてる。じゃ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 ん。ちょっと画角を変えます。よいしょ。いやー、かわいい。箱がすでにかわいい。とりあえずノベルティから開けようかな。ノベルティ、クリーミーケーク。合ってる。クリーミーで合ってる。クリーミーケーキ。ね、このちっちゃいミニフィギュアが入ってます。どれが入ってるかわかんないタイプみたい。6種類かな。このモリーちゃんと、この辺の、スカルパンダが欲しいな。どうかな。開けていこう。やった。この袋も可愛いから取っとこう。めっちゃ楽しみ。一個ずつ開けていこう。これは端っこ切っても良さそうかな。切ない方が良かったかな。一個目。誰かな？じゃじゃん。見たことない子だ。この子なんだろう。あんまポップマート詳しいわけじゃないから、このキャラクターは、あー、いや違うな。この子はバニーって書いてある。ウサギのシリーズがあるのかな、知らないだけで。かわいい、ウサギさんです。かわいいね。そう、ケーキいっぱい集めると円形に並べられるらしいです。かわいい。1個目がこれ。2個目。ちょっと開け方じゃあ変えようかな。どう開けようか。こっから開けたい。ちょっと待ってね。まず一回中身出そうか。次がこちら。ユニコーンだ。かわいい。これはなんとなく見たことある。この子だね。なんて読むんだろう。プッキー？プッキー？そのシリーズはなんとなく知ってる。知らないのはさっき出たバニーだけだな。うさぎさんのシリーズなのかな。袋を一旦ね、綺麗に開けたい。いいかな。これで、展開できたので、ノートとかに貼りやすいかな。開けます。じゃあじゃん。ユニコーンさん、かわいい。ケーキの断面もかわいいね。次。あともう一個。ラスト。ラストはもうザクザク開けようかな。ラストは、じゃじゃん。これは、どの子だ？これもね、読み方わかんないの。この子すごい人気なの知ってるんだけど。ディモー？って読むのかな？なんて読むんだろう。が、来ました。スカルパンダではなかったね。まあでも可愛いので大満足。じゃ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 ん。可愛い。結構この子のシリーズはいっぱい出てて、スカルパンダみたいに。コレクターさんがすごい集めてるのを、最近ね、中国の SNS を始めて、全然投稿してないんだけど、なんて言ったかな？これ。名前が思い出せないんで、ここで画像で出そう。これ。これ始めて、ポップマートって中国の会社のやつだから、
現地で集めてる人の投稿がいっぱい見れてすごい楽しいんだよね。そんな感じ。で、ヒロのを開けよう。今回買ったのは、ここにも書いてあるけど、ミュージックボックス、オルゴールを買いました。楽しみ。字を全面写します。すごい、自分が写っちゃうね。この全面を写して、動画で保存したい。こんな感じ。開けよう。箱のビニールに切り目を入れたので、開くはず。あ、これなら反射しないから、それで一周取ればよかったね。もう一回取らせて。こんな感じ。こんな感じです。裏面は何もない。開けよう。すごい高級感のある箱。スポッと開くのかな。じゃじゃん。すごい。すごい緩衝材になってる。で、ここにフィギュアがついてるんだけど、フィギュアが壊れないように包装されてるのかな？怖い。ちょっと中国語だからこれなんて書いてあるのか読めない。使用前なんとかなんとかって書いてあるね。わからん。保護フィルムを外してってことか。じゃないと壊れるよって書いてあるのかな。これはどうやって外すの？上から？かわいい。めっちゃかわいい。そう、新しいシリーズのヒロノにこの子がいるんだよね。ツイッターの方でね、これのアニメ版もあるので見てほしい。ほんと1、2分のアニメなんだけど。今回ヒロノのそのキャラクター一個一個にね、アニメがついてるんですよね。ここにヒロノのロゴが入ってます。で、このフィルムを剥がして、よし。剥がせたので、オルゴールの部分を回してみよう。何の音楽なんだろうね。若干不穏な音楽だね。いいね。ちょっとモーター音が入ってるけど、それで回ってるんだね、多分。こっち向きにした方が良かった。かわいい。こんな感じでした。いい感じ。8,030円だったかな。だったと思います。1万円いかないってすごい、これコスパいいよね。あばばばばばば。こんな感じでした。箱も大事に取っとこう。今回の動画はこんな感じ。かわいい。まだまだヒロノは集めていこうと思うので、そのうちまた買って動画にするんじゃないかなと思います。では、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。